なんで自動化しないのか分かりますか、山崎製パン。奴らは LINE に自動化の投資をしないんです。責任感重くて安月給で働いてる、安い日給で働いてる人がいるから、山崎製パンは LINE に自動化の投資をしないんです。だから人間を雇い続けるんです。先日ですね、山崎一般で、製パン最大手の山崎パン、僕実は大学1年生の時、18歳の時ですね、50、だから34年前ですか ?33 年前か4年前ぐらいにバイトしたことあります。1日だけ山崎製パン、高井戸工場でバイトしました。その時、すごく覚えてますけど、めちゃくちゃ退屈。一晩ででも1万円もらえるっていう、取っ払いってその日のうちに1万円札もらえるってことで、マジで金欠だったんで、一日だけだったらやってみるかっつって、まあ、で、いつでも来れるんです。毎日、いつでも来れるっていうのを分かってて、行ってみました。堀江、山パンの工場はきついぞって、寮の先輩にも言われましたけれども、行きました。そしたら夜の8時から、朝の8時までの勤務なんですけど、まあ、眠くなります。で、僕が、言われた仕事っていうのは、伝票は出されて、例えばセブンイレブンの高井戸店みたいなところの伝票は出されて、食パン5個とか、あんパン3個とかっていうのを、食パンとかあんパンの棚から取ってきて、で、伝票通りに、そのセブンイレブン高井戸店のところにこうやって入れていくみたいな、超つまんない作業なんですけど、まあ、眠くなりますわね。で、まかないパン食べ放題。あと、まあ、食堂もちゃんとあって、和食とかあるんですけど、まあ、こんなつまんねえバイトしてられっかっつって、1万円もらえても、もう二度といかねえと思って辞めましたけど、そこで働いてた61歳の女性がですね、なんと、ベルトコンベアに挟まれて亡くなるっていう痛ましい事件がありまして、なんかね、ネット上の意見がちょっとなんか俺ずれてんなと思ったのは、なんか61歳になっても働かなきゃいけねえのかとか、年金もらえねえのかとか、そんな話もありましたけど、高齢少子化なんだからもらえるわけねえだろ、お前。まあ、高齢少子化の時代なんで働き手も足りないんで、60歳になっても働かなきゃいけないんです、これからの時代はね。これはしょうがない。で、政治家が、裏金を作って税金を納めてねえとか、ぐだ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 ね、言ってるやついますけど、俺はね、この問題の本質はそこじゃねえと思ってるんですよ。山崎製パンがやらなきゃいけないことって何かわかりますか？自動化なんですよ、LINE の。で、彼女がやってたバイトはおそらくですけど、ベルトコンベアをまあまあ高速で送られてくるパンがあるんですけど、それ多分仕分ける仕事なんですよね。いろんな仕事あるんですけれども、その高速仕分けの仕事なんだと思います。もう61歳になってたら反射力も弱くなってですね、多分、言っちゃ、取り逃しちゃいけないパンを多分、ちょっとうっかりして取り逃しちゃって、それをこう探しに行ったらなんかベルトコンベアに巻き込まれて死んじゃったみたいな話なんだけど、そんなのね、自動化できんじゃん、今だったら。なんで自動化しないのかわかりますか、山崎製パン。山パンのバイトに来るからなんですよ。要は一晩1万円で今でも雇ってんだと思うんですよ。で、お金に困ってる人は、うん、必ず山パンは行ったら1万円もらえるからって言って、やっぱりずっと山パン以外のもう脳がないわけですよね。だから申し訳ないけど、ちょっとそういったところ他の選択肢とかを考えるこう余裕がないのか、まあそういうアドバイスをしてくれる人がいないのかわかんないですけど、山パンは雇ってくれるんですよ、多分。だから、そういう低賃金で、その61歳の女性を雇えるから、奴らは LINE に自動化の投資をしないんです。だからこれは両方に責任があって、まあ本当亡くなられた方は本当に申し訳ないんですけども、安い値段で雇われてる人がいる限り、こういう風な悲劇はずっと繰り返されます。このロボットがやってたら絶対大丈夫なわけじゃないですか。でね、他にも働いてる人がいて、こう自動停止ボタン止めれば別に止まるんですけど、なんか迷惑をかけたくないとかね。そういう風に責任感重いからそうなっちゃうんだけど、責任感重くて安月給で働いてる、安い日給で働いてる人がいるから、山崎製パンは LINE に自動化の投資をしないんです。そんなね、俺がやってたその伝票でこう仕分ける作業とかもロボットでできんじゃん、今の技術があれば。だけどロボットの
減価償却費よりも人間の時給の方が安いんだよ。だから人間を雇い続けるんですよ。だからこの辺はみんなで、こんな安い時給で働いてらんないっすよって、いや、いいんだよ。ね。まあそういう社会をぜひ目指してですね、山崎製パンさんもね、ロボット投資してください。ちょっと反省してね。ということで、いっとるしょ。